サイコパス芸人のくせ、最後の人のエピソードはやばい。恵比寿吉和。母親の葬儀が終わり、感想を聞かれ、パチンコに行きたかったが行けなかったと回答。中田敦彦。女性と喧嘩になり怒りをぶつけるときは自分の頭を壁に打ちつけ、血だらけになり怒りをアピールする。カズレーザ。10年以上同棲している彼女の思い出の品をネットオークションに出品した。クロちゃん。パートナーが死にかけて入院しているとき、一時的に元気になったのでお見舞いに行こうと言われたがパチンコを優先した。東野浩二。白い悪魔と呼ばれていて、娘が可愛がっていた亀が亡くなったときフリスビーのようにしてゴミ箱に投げ捨てた。島田紳助。女性芸能人との不倫も多く、態度の悪かった女性に対し殴る蹴るの暴行を加え全治1週間の怪我をさせたこともある。